立花の通り三丁目交差点から宮崎駅方面高千穂通りは宮崎県宮崎市の宮崎駅交差点により宮崎大橋東詰めに至る区間の道路の通称宮崎市の中心市街地の東西軸をなすこれに関連する都市計画道路高千穂通線及び町名の高千穂通も本校で扱う名称はこの通りの延長上に 高千穂峰が見通せたことによる。結果的に方向を示す目安となるよう山に向けて街路を配置した山あてと同様の効果を持っていたことがわかる。高千穂町や延岡市の高千穂通りとは無関係である。MRT 宮崎放送道路の構造や沿道の機能から立花の通りを境に宮崎県道25号の区間と国道10号の区間に対別できる。 宮崎県道25号の区間は、1913年、宮崎県営鉄道の開業と時期を、ほぼ同じくして開通した、宮崎駅と繁華街を結ぶ市の玄関口である。本線4車線と植栽を挟んで、両サイドの観測車線に車線の、福音構成であったが、1997年には、シンボルロード整備事業により福音構成は大きく、 変化し非常に広幅な歩道が整備された。この区間は主にオフィス街である。国道10号の区間は戦後に整備された比較的新しい街路である。立花の通り付近を除き、中小の商店やホテルマンションが中心となる。1957年宮崎大橋の開通により、高松通り、高松橋に代わり市西部と市街地を結ぶメインルートになるとともに、 国道10号は、立花橋を南下して、現在の宮崎県道17号南、また宮崎線に回るルートから、現行の高千歩通りを経て、西の現行査点に至るルートとなった。都市計画道路としては、通称の高千歩通りの区間に加え、宮崎西バイパスの起点から、西の現行査点までの区間を含む。町名として、高千穂通が誕生したのは百二十七年で、 ある。1966年には住居表示の実施により、現行の高千穂通り1丁目、2丁目が設定され旧、旧高千穂通り1丁目、2丁目が消滅。その後も次々と住居表示が行われ、1974年に旧高千穂通りはすべて消滅した。なお、旧高千穂通りの拡張域はいずれも住居表示実施後の同一丁目に継承されていない。 ありがとうございます。